モスクワ大通りの新館サンクトペテルブルクにあるロシア国立図書館はロシア最古の公共図書館であるロシア帝国時代の名称は帝国公共図書館1925年までの名称はロシア公共図書館1932年から1992年のソ連時代の名称はエムイサルトイコフシチェドリン記念公共図書館であったそれにちなんで今でも プブリーチカという愛称で呼ばれる。モスクワにある国立図書館もロシア国立図書館と呼ばれるが全く別の図書館である。この図書館は1795年に時の皇帝エカチェリーナ2世によって建てられた。エカチェリーナはこの帝国公共図書館を創設するにあたってボルテールとディドロの蔵書をそれぞれの子孫から買い取った。図書館の蔵書の規定をなすのは ポーランド・リトアニア共和国から獲得した25万冊に及ぶザウスキ図書館だったが、後に、それらはポーランド・ソビエトリガ平和条約を踏まえてポーランドへ移送された。1811年にロシア帝国内で出版された著書は1冊ずつ、ここに寄贈しなければならなくなったため、図書館の蔵書は飛躍的に増加した。1914年までに、 図書館には300万冊の蔵書が収められていた。ネフスキー大通りにある本館は、エゴール・ソコローフによって1796年から1801年にかけて建造された新古典主義建築の建物である。19世紀に加えられた文館の中で目を引くのは、ゴシックホールである。その後の20年間は、図書館はアレクサンデル・ストロガノフ伯爵によって管理されていたが、彼は、 図書館にとって非常に有益な貴重な文献を入手した。ロシア語で書かれた最も初期の写本、オストロミール福音書と現初年代記のラブレンチー写本である。図書館が公式に開館したのは1814年1月3日のことだが、この時にはイバン・クルイロフとガブリーラ・デルジャービンも臨席した。図書館は女性や農民に対しても分け隔てなく、誰に対しても開かれていた。 1849年から1861年には、高校時代に、アレクサンドル・プーシキンの同級生だった、モデスト・フォンコルフ伯爵が図書館を管理していた。彼は、図書館のコレクションに有名な写本を加えた。すなわち、新約聖書のサイコクラスの写本である、市内写本や旧約聖書の写本である、いわゆるレニングラード写本などである。1939年に、 図書館は、労働赤旗勲章を授与された。1948年には、フォンタンカウンガ沿いのエカチェリーナ研究所の新古典主義キャンパスが図書館に割り当てられていた。1970年までに所蔵資料は1700万点を超え、1980年代から1990年代にかけて、蔵書保存用の新館がモスクワ大通りに建てられた。 プブリッシュとインザインペリアル、ロシアインザアーリー 1900S ハット AB グレート、ソビエトインスイクロープディア、サード、エディション、ありがとうございます。